はい、どうもこんにちは、高島です。ベッドルームのインテリアってどうすればいいかってね、気になっていたりしませんか？今回は快適なベッドルームを作るというテーマでご紹介したいと思います。はい、それでは行ってみましょう。I'll be in fools drifting the deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight. まずね、基本的な考え方としては、自分に合うマットレスっていうのをね、見つけるところがとても重要で、今回ご紹介するのがね、こちらにはなるんですけど、僕がですね、長年腰痛とかね、あと頭痛とかでね、かなり困っていまして、でここ10年ぐらいね、いろいろ試してきたっていうところがあるんですが、マットレスだとこの10年間で6種類ぐらい購入しましたし、枕に至っては8種類とかね、それぐらいいろいろ購入してきたっていうのがありました。それでいろいろ試した結果、今はねようやく落ち着いたかなっていう感じがあるんですね。1年ほど前からコアラマットレスっていうのをね使用していまして、腰痛がかなり緩和されたっていうのがあるんですよね。僕がね少し前にツイッターで気になったのでつぶやいたところですね、知ってか知らずか、お試ししませんかということで、コアラマットレスさんからねご連絡いただいちゃったので、ここのね事務所用に使わせていただこうかなっていうふうに思いました。実際ね物を見てもらおうと思います。でこちらがですね、コアラマットレスの本体になります。今回は快適なベッドルームを作るっていうことで、マットレスのことについてと、あとねベッドルームのインテリアについて、この2本立てでいきたいと思います。まずはねこちらなんですけど、これがですねシングルサイズになってます。ここが6畳ぐらいしかない部屋なので、ここにベッドルームを作るっていうことで、ちっちゃめの一人用のシングルサイズにしました。で今回ねニューコアラマットレスっていうところで、どの辺が新型かっていうところなんですが、一番ね大きいところが、このマットレスのこの上の部分が外れて、柔らかさを2パターン調整することができるっていうところが、新しいところですね。でそれがですね、ちょっとじゃあ見ていただきたいんですが、ジップの部分があって、こうやって開きます。こんな感じでぐるっとここが外れるんですけど、こんな感じで上と下の部分に分かれるんですね。でここに書いてあるのが、ここで普通と固めっていう風に書いてありますん で今上になってたのが固め、じゃあこれでね反対にすると柔らかめが上になって、寝心地がね2パターン楽しめるっていうところなんですよね。留め方もね普通に簡単で、このジップの部分をこんな感じではめて、すぐに調整することができます。こんな感じでですね、マットレスの柔らかさは普通の状態に変わりました。これでそうすると先ほどよりもね柔らかい感じになっていると思います。今はねもう1週間ぐらい使っていまして、使用感的には普通だとね、以前使っていた、この新型の前の形、そちらと同じ、ほぼ同じ寝心地だったと思います。で固めにするとややしっかりした支えられてるなっていう感じの違いがありました。僕個人としてはこの普通の状態、ちょっと柔らかい方ですね、こっちの方がちょっと寝心地がいいかなっていう感覚はあります。ただ、僕ね結構昼寝とかするんですけど、10分程度のね仮眠になるんですけど、そういった時はね固めの方で寝れた方がすっきりね起きられるっていうような感じがありますね。僕の場合はしっかり寝たい場合は普通の状態で、仮眠したい時はね固めの方を選んでやるのが、向いてるかなっていうふうに思いました。自宅は以前のモデルを使っていて、ここのね事務所では仮眠が主になるので、固めの方でね置いておこうかなっていうふうに思います。そんな感じで、結構ね人の好みによっても変わると思いますので、裏表ね2パターン使えますので、どちらかは寝心地ね、いい方が見つかるんじゃないかなっていうふうに思います。あとは以前のモデルでね、真夏も使用していましたけど、汗でね蒸れを感じることもほぼなかったですし、通気性なんかもね、ちゃんと考えられてるんじゃないかなっていう感じですよね。続いてはベッドルームのインテリアのコツについてなんですけど、部屋作りの前提条件を共有してから始めたいと思います。今まで様々なインテリアを見てきて分かったことなんですけど、インテリアにはメインになるものが必ず存在します。例えばリビングであればリラックスっていうことを目的とした場合に、例えばラウンジチェアがメインになることもあると思いますし、あとね映画を見ることを目的としたリビングであればソファーがねメインになったりすることもあると思います。もちろん
ベッドルームも例外ではなくて、寝室では寝ることが目的になりますので、ベッドがメインっていうのは間違いないんですけど、ついついね、布団の種類とか布団のカバーとか色とかね、あと柄どうしようとかいう風に考えてしまいがちなんですが、実はちょっと違っていて、一番目線が集中する場所っていうのが実はあります。それがヘッドボードっていう呼ばれる部分になっていまして、ヘッドボードっていうとね、どのあたりかというと、ベッドのこの頭の上の部分ですね。あのベッドに板がついてると思うんですが、そこがヘッドボードっていう部分になって、その周辺がですね、一番目線が行く場所っていう風に考えてみてください。いろんな事例見るとね、そういう風になってると思います。なのでベッドルームのインテリアを作る場合は、枕元を中心にインテリアをね、作っていくっていうのがね、ポイントになるんじゃないかなっていう風に思います。じゃあね、実際に見てもらおうと思うんですが、今回であればシンプルなフレームのみなので、メインを感じない、パッとしない寝室に、ね、なってしまうんですよね。ワンルームのように用途が寝室だけじゃない場合はまだいいと思うんですけど、やはりね、この部分がね、何もないと物足りないっていう印象になるんですね。なので今回はヘッドボードをちょっとね、自作しちゃおうかなっていうふうに思います。で、一応ね、仕上がりサイズなんですけど、ここにね、ヘッドボードをね、こう作っていくんですけど、今回は少しね、ちょっと大きめにしようかなと思っていまして、存在感をね、ちょっと出していこうと思います。イメージで言うとこんな感じで作ろうかなと思ってます。はい、じゃあね、早速作っていきたいと思います。これぐらいの感じでですね、このベッドのね、幅よりも広いものを用意しました。このままだとただの木なので、ちょっと作ってみたいなと思います。次はウレタンなんですけど、これはチップクッションだったかなっていう名前のもので、こうやってね、ソファーの中に入ってるようなやつになります。で、続いては生地をね、くるんでいこうと思うんですが、それが今こちら敷いてるこれなんですけど、こちらがですね、カーテンなんですね。で、なんでカーテンかっていうと、生地が結構大きいので、これをくるむことができる生地のね、広さがあるっていうのと、あとですね、実際のカーテンもこれを使おうということで、両方がですね、同じ素材になりますので、統一感が出るっていうね、ことを狙ってやっていきたいと思います。止めるのはこれでやります。はい、こんな感じでですね、ヘッドボードの部分ができたんですよね。それでこれをですね、ベッドの後ろに当てれば、まあ、こんな感じでヘッドボードができるわけなんですが、まあ、これだけだとね、ちょっと物足りない、普通のベッドみたいな感じになってしまうので、それでね、作ったのがこちら。こちらね、同じ作り方で、これをですね、この背中の後ろのところにつけていきたいんですけど、まあ、これだけだとバランスおかしいと思いますので、まあ、これを固定するためにこのベルトをですね、用意してますんで、これをですね、この辺りに置いて、これをね、引っ掛けて、こんな感じでね、取り付けて、で完成にしたいなというふうに思います。で、これで一つ止めて、一番広い状態にして、そこで同じ位置で折り目をつけて、はい、じゃあこんな感じでね、できましたんで、これをですね、引っ掛けていきます。よし、こんな感じでできましたんで、あとは、ベッドのね、シーツとかをつけて、最後にコーディネートをして完成させたいと思います。
いては枕なんですけど、枕もねコアラマットレスさんが出しているコアラピローっていうのがあります。実はでそれがねこれなんですけど、これねすごい柔らかいんですね。このマットレスと同じぐらい柔らかい、もうちょっと柔らかいぐらいかな。なのですごい柔らかさがねマッチして、僕はね結構コアラマットレスはコアラピローを使って普段自宅でも寝てますんで、組み合わせとしてはねこれがベストかなっていう感じですね。こんな感じで置いていきます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こんな感じで完成しまして、今回ねこれでベッドができたところなんですが、まあ、ベッドルームのインテリアに関しては、まあ、構想はあるんですが、まだねアイテムがちょっと届いてないものとかがあるので、また別途でご紹介したいと思います。ちなみにコアラマットレスなんですが、まあ、お得な情報も伺ってますのでご紹介しようと思いますが、新生活応援セールで最大 20% オフで商品が購入できるような特典があります。今回ご紹介したようなねマットレスに関しては 20% オフのものがねいくつもありましたんで、そちらもチェックしてみていただければなというふうに思います。であとですね、今購入すると特典があるのが丸1年間マットレストライアルっていうのがあるんですけど、そちらで1年間返品と返金が可能になっております。マットレスって1回ね購入したら返品できないようなものが多いと思うんですが、コアラマットレスさんの方では365日、丸1年間364日使ってやっぱり違うなって思ったら返品することができるというようなキャンペーンもやっております。あとですね、コアラマットレスのマットレスの商品を1つ購入すると、コアラがね1匹保護されるっていうような保護活動もされているっていうことになっております。はい、というわけでですね、この後ろのクッションがあることでね、こうやって4日かってねソファーみたいな感じに座れたりとかしますんで、まあ、すごくこれで便利かなっていう感じになりました。ちょっとねくるむのがねちょっと難しくて角が出ちゃったりしてますけど、まあまあ初めてとしてはまあありかなっていう感じです。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。